はい、こんにちは、間延び放送局です。バーアーバンカーボーイの西田裕太さん、通称西田俊のさんです。今年もあの海旅キャンプがですね、もうすぐやってきますね。8月の8日から、はい、1週間、はい、保養キャンプなんですよね、これはね。そうですね、保養ですね。あの岐阜県の八百津というとてもあの自然豊かなところで、放射能が気になる地域にお住まいのお子さん、お母さんに保養に来てリラックスしていただこうという、絶賛支援も募集中です。絶賛募集中でございます。ボランティアも募集しております。去年はすごくね、皆さんに喜んでもらえたようで。そうですね。で、今年の課題はやっぱりその、はい、次の時代のライフスタイルをこうみんなで考えて、で実践できるような場にしていきたいなと。なるほど。そして保養文化です。文化にします。はい。そしてその関連イベントとして、おっと、来たる7月28日の日曜日の、18時オープン19時からチェンジザワールド、チェンジザワールドプレイイベントがあると。また、 なんですか、そのかっこいい感じは。クラプトのパクリですね。パクリです。新しい暮らしをデザインする、その新しい暮らしデザインってなんだと思った方はぜひ現地まで、ぜひ現場に来てください。名古屋鶴舞の高架下にあるカフェ、カフェミーテラスで、カフェトークみたいな感じですね。そうですね。カフェトーク&ライブですね。心に新しいライフスタイルが根付くんじゃないかという。みんなで発想していきたいですね。はい。私も、トークゲストで出させていただきます。ろうそくが消える山。それでは28日鶴舞ミーテラスで7時からお会いしましょう。お会いしましょう。